皆様こんにちは、お疲れ様です。タラニーのバイクニュースチャンネルの時間です。今月ももう4月に入りまして、今年も4分の1が過ぎました。今月末からはね、ゴールデンウィークも始まりますので、大型連休、ロングツーリングなどを計画しているライダーの方も多いんじゃないでしょうか。今年のね、4月1日からまた始まっております、こちらのサービスですね、ETC 二輪車限定、大好きなバイクと旅に出よう、二輪車定率割引。こちらは土日祝のみのね、利用限定になりますけども、事前に申し込みをしておくと高速料金が 37.5% オフになるというキャンペーン。そしてもう一つ、2024ツーリングプランもこちら4月1日から11月30日までの期間で始まっております。両方ともね、うまく組み合わせれば、通常よりもね、高速料金安くツーリングの方を楽しめるサービスになりますけども、こちらのサービス始まってからは、まあいろいろとね、事前の申請がめんどくさいとか、ルートがいろいろ少なくてあんまり利用できないとか、まあバイク車と比べてね、タイヤが半分しかないから、いっそのこと二輪車は全てね、半額にしてくれないかという声もね、ごもっともなところもあります。ただやっぱりね、国土交通省とか、まあ官僚とか政治家の方々の決めること、いろいろすごくしがらみなどもあると思います。現在の日本の政治とかね、こうやって官僚さんの考えですとね、いきなり何にも実績もないままですね、二輪の料金ですね、半額にしてしまったりするっていうのがなかなか決めづらい世界になっております。そこでね、毎年こういう風な申し込み制の割引サービスといってもね、始めることでこちらでデータと実績を取ります。実績とかデータを取っていくと、まあ実際に去年ですね、このサービス事前申し込みでこれくらい申し込みがあって、こんな感じの区間が特に利用されたとか、これくらいの割引料金が出ましたとか、こんなツーリングプランのルートを申し込む方が多かったっていうのはね、データの方をね、集計していって、それで実績ができていけば、じゃあかなり利用率がね、多いんで、二輪車の割引をもっと大きくしていこうっていうような形でね、話が進んでいくと思うのが、まだこちらの二輪車定率割引の現状になっていると思います。ただ今年はですね、2024年度二輪車定率割引ツーリングプラン変更点ございます。去年とかのね、このアンケートの結果を受けて、この令和6年ですね、こちらの二輪車定率割引とツーリングプランの内容が改善されております。こちらがですね、令和5年度二輪車定率割引の方は、今まで100キロ1日単位での申し込みが必要だったのが、令和6年度今年からですね、これは80キロ、さらには2日間や3日間、さらには4日間の同時申し込みが可能になっています。また料金がね、定額で走り放題になるツーリングプランの方も、昨年はね、20コースだったのが、今年は22コースと2コース新しく増えているというような形ですね。なのでやはり去年からのね、データとか実績を見て距離を短くしてくれたり、1日1日ね、めんどくさく申し込み入力していたのが、複数日またいでのね、申し込みができたり、ツーリングプランの方もよりここを走った方が嬉しいっていうようなね、形でのコースをね、作ってくれたりというような形になりますので、まあ、このままこれがどんどんうまく進んでいってくれれば、二輪は四輪と比べてね、高速料金半額になっていくっていうのもね、夢じゃないのかなっていう感じになってくると思います。そんな風にね、始まっています二輪車定率割引とツーリングプラン、こちら2024年度版ですね、どんな風なキャンペーンになっているのか、今回ご紹介していきたいと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。4月1日から始まっています二輪車定率割引とツーリングプラン、こちら2つのプランになりますけども、内容の方ですね、説明にあたって、こちら元インフォ様、記事が非常に分かりやすかったので、今回はこちらを引用させていただきます。そしてそもそもですね、こちら二輪車定率割引とツーリングプラン、それぞれどんなサービスなんじゃいと思っている方多いと思います。実際にね、申し込みとかをね、しておかないと割引の方が設定されないような形になっておりますので、改めてこちらそれぞれのサービスどんなものかを見ていきましょう。まずはこちらですね、二輪車定率割引とは、ネクスコ東日本、ネクスコ中日本、ネクスコ西日本、宮城県道路公社の4社が実施するバイクユーザーを対象とした高速道路料金の割引企画です。実施期間は2024年4月から11月の末、北海道は一足早く10月の末となっています。こちら対象となる高速道路において、各インターチェンジ相互間の1回の走行距離が一般道に降りることなく80キロを超える走行を対象に、高速道路料金が 37.5% 割引となります。さらに昨年まではね、日帰りツーリングを想定しての1日単位からの申し込みとなっておりましたが、今年より2日間や3日間、さらに4日間などまとめての申し込みも可能になりました。同じ距離を走った普通自動車での高速道路料金のほぼ半額に相当するお得なメニューとなっております。そしてもう一つ、ツーリングプランの方ですね。こちらツーリングプランは、ネクスコ東日本、ネクスコ中日本、ネクスコ西日本、兵庫県道路公社の4社が実施する期間限定の周遊型企画商品で、
バイクユーザーを対象に北海道から九州までをカバーした22コースがラインナップされています。実施期間はこちらも2024年4月から11月末、北海道は10月末で設定されており、各コースを利用する2日間最大3日間の期間中ですと、曜日に関係なく対象エリアの高速道路なら何度でも乗り降り自由という割引企画となります。つまりこちらのね、土日祝でのツーリングの方であれば、こちら二輪車定率割引の方をご利用いただけて、平日走るユーザーの方でしたら、こちらツーリングプランうまくねコースの方が入っていれば、周遊道路として定額の金額で乗り降り自由で安くなるというような形のプランとなっております。そしてですね、こちらの二輪車の定率割引とツーリングプラン、2024年度版が今月から始まってますけども、じゃあ実際に去年はね、どんな風な形で利用が実際にあったのかっていうのをちょっとデータで見ていこうと思います。はい、まずは利用者の性別、こちらになりますね。男性が 80%、 女性が 19.6%、 まあほぼほぼ8対2という割合の方になってますね。そしてこちらは実際に去年ですね、利用された方々の年齢層になりますね。まあ12歳19歳20歳とかって言っていて、まあこちらが60歳以上になっていますけども、注目するのはですね、やはりこのグラフの3分の1あたりがだいたい19歳、バイクの免許を取り始める年齢から35から39歳まで、比較的ちょっとこう若年層というかね、若い方向けの方がね、ほぼほぼ3分の1を占めるというような形になっています。まあこんな形で3分の1くらいの数字がね、若い方々が利用されているというのは、今回のこういったね、割引サービスですね、ネット上でしか申し込みの方をしておりませんのでね、やっぱりまあこういうネットとかに普段から触れる機会が多い若者とかですね、若年層の方々の方がサービスを利用している方々多いんじゃないかなというデータになっております。利用者のバイクタイプ別ですね。まあやっぱりネイキッドあたりとかツアラーとかですね、あとはクルーザー、やはりここら辺がもう半分以上を占めているというような形で、次がアドベンチャー、スポーツ、オフロード、スクーターというような形になっております。このその他 0.6% というのはね、ちょっとどんなタイプのバイクになるのかが分かんないんですけども、一応こういう風な数字になっておりますね。はい、それでは利用者のツーリング頻度になりますね。日帰りツーリングと宿泊を伴うツーリング、それぞれどれくらいの頻度で行っているかというアンケートになります。日帰りツーリングでね、多いのはやっぱり1ヶ月に1日程度、月1くらいでツーリングに乗る方が結構多いということで、あとは宿泊ツーリングになると2、3ヶ月に1日、まあゴールデンウィークとかお盆とかそういった大型連休あたりですね、こういった形あたりでツーリングに出るという回答が最も多かったみたいです。それではこちらツーリング時1日あたりの走行距離になりますね。まあほとんど半分以上を占めているのが30キロ、50キロ、70キロ未満、100キロ未満ということですね。で、それよりこちら左側の方では150キロ未満や200キロ、300キロ未満というような形ですけども、ここで出てくるのが去年までの二輪車定率割引ですと、100キロ以上の走行距離でないとね、割引が起こらないという形だったんですけども、実際にこういった実績で見てみると、100キロ未満、先ほどの定率割引がね、受けられない方々の比率が半分近くあったということなので、今回は80キロまで走れば割引が受けられるというような形で改正されています。こちらの方であれば80キロの走行距離でしたら、昨年ですね、割引が入らなかったこちらの70キロ以上、100キロ未満、こちらの約2割くらい近くの方々、ここら辺の方々もね、今年は割引を受けることができるという形になりますので、まあ、この分ですね、さらに利用の便利度が増したんじゃないかなという形になると思います。はい、それでは気になるのがこちらの両方のサービス、実際に利用してユーザーさんが満足しているかどうかというような形の方ですね。こちら両サービスを利用したユーザーは 30% 未満という、こちら両方使用したことがある、どちらかを利用したことがある、サービスの存在を知っているが利用したことがないなどの質問を細分化してそれぞれ回答いただいています。両方を利用したことがあるという方は 26.4% にとどまっていて、両プランとも利用したことのない方が6割を占めています。で、両プランを知っているけども利用していないものの割合が利用者を上回っている、さらに全くこのプランというそのものを知らなかったという方々もね、1割存在しているので、やはりここら辺はね、認知向上とか利用における条件緩和が必要っていうのが浮き彫りになっていると思いますけども、ここら辺ですね、先ほどからもね言ってる通り、もっともっと周知されてね、こちらの方が利用率そういったのもどん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 上がっていけば、ここら辺ですね、まあ事前申し込みなしでも実際にその区間その期間と
かですね、通れば ETC で情報を取って自動的に割引が行ってくれるような形までサービスはどんどん発展していくかもしれませんので、もし知らない方とかね、申し込みとか、ロングツーリングね、誘ってる方とか、知らない方とかがね、いらっしゃれば、ぜひこちらの方をね、登録してお勧めしてあげた方が、ライダーさんの利便性よりよく増すと思いますので、ぜひ紹介してあげてください。はい、それでは昨年の申し込み実績の方になりますね。それぞれ複数回利用者は 80% 超となっております。二輪車手率割引申し込み実績1回の方が 16.4% ですが、2回3回4回5回6回10回以上の方が8割以上になっています。私も去年とかですとね、 SSTR とかかな、あそこら辺とかでも申し込みをしたり、結構遠出する時とかですね、申し込みとか何回かしてるんで、私も多分ねこの4回くらいかな、ここら辺あたりくらいに該当していると思っております。でツーリングプラン申し込み実績はこちらも1回の方は 12.7%、 その他2回から10回以上の方々に関してはこちらも8割以上になっています。で私は正直ね、ツーリングプランになってくるとあんまりこう近い周遊回路のエリアの中ですね、回るってことがなかったものですから、私はこれはねちょっと申し込みはしたことないんですけども、まあ、ここら辺もねもっと利便性があるエリア広がったり、ここのエリアとここのエリアとかですね、そういったところがね合わさって OK っていうような形になってくれたりすればもっと使い勝手いいのかなと思います。まあ、基本的には高速道路乗ってロングツーリングね、よく行く方だと、特にやっぱり高速道路料金のね、こちらの割高感感じる方多いと思いますので、まあ、こういった利用頻度のね、高いユーザーほど割引プランをちゃんとしっかり利用しているユーザーが多くて、ヘビーユーザー化しているっていうことが伺えるみたいですね。そしてアンケート回答から見えた魅力と改善点ということで、こちら二輪車手率割引の魅力、こちら上位3位に入った理由は、まず3位からですね、土日祝日に利用できること。そして2位、申し込み後に利用しなければ自動的にキャンセルされてキャンセル料が発生しないこと。申し込みするのがねめんどくさいということはありますけども、じゃあ実際にツーリングに申し込んだけど行かなかった場合何か料金がかかるのかっていうことはねなかったりするのはいいところかなと思っております。そして1位が高速道路料金が 37.5% 割引されるということ。今のね二輪車は軽自動車料金と同じ料金になってますので、これが 37.5% 割引されると実質的にね普通自動車の半額の金額の方で高速道路が利用できるということなので、やはりねこちら6割以上の方がアンケートにも答えてますけど、やはりこの 37.5% 割引になるというのが一番の魅力になるみたいですね。そしてこちら魅力とまたちょっとね逆になってきますね。土日祝日限定で平日には利用できない。私もね結構平日に利用する方が多いユーザーなので、やはり土日祝限定になってくるとね2つサービスがあってもこちらの二輪車手率割引は使用できないというのが入ってくるので、ここは結構やっぱ不満ポイントになってきます。そして2位、事前の申し込みが面倒。こちらの方はですね、こういった新規会員登録、こちらを行ってもらって、こうちょっと頭が痛くなるような感じのこうちょこちょこポチポチと入れるようなチェック項目いっぱいあるんですけども、こちらの方を入れてもらって申し込みをして初めて割引が適用できるというような形になります。で結構やっぱり僕もあったのが、ツーリング当日にでもね申し込み自体はできるんですけども、結構やっぱこのサイトまでねこう PC だとまあそこそこあれなんですけど、スマホからアクセスするのも結構めんどくさいし、まあ、実際ツーリング終わった後くらいに、あそうだ申し込みしてなかったんだっていうような形でね思い返しちゃっても割引は適用されないっていうような形なので、ここら辺のところがね申し込みもしなくても自動的に ETC のそういった通貨情報とかそういったのを元に条件がね該当していたら割引してくれるようなサービスになってくれるっていうのが最終的な目標というかね、こちら側の願いになってくるんじゃないかなと思います。そして1位、こちらは1走行につき100キロ超えの距離条件が厳しい。これ途中で高速を降りちゃってもねやっぱり無効になってしまうので、先ほどのデータもありましたけども半分近くの方とかが去年は割引を受けることができなかったです。ただ今年はこれがちょっと20キロ緩和されまして、1走行につき80キロですね、こちらの走行距離を走っていれば割引できるというような形になってますので、今年はねちょっとこの不満点若干減るんじゃないかなと思います。まあ、ここの下にも書いてありますけども、距離感としてですね、100キロっていうのが東名高速道路東京料金所をスタートすると、沼津インターチェンジですね、そこまでが該当するというような形で活用が難しいようで、こちらが令和6年度の二輪車定率の割引にて、100キロから80キロに変更された主な理由の一つになっていると思います。
そしてツーリングプランの方の魅力で上位3位に入った理由ですと、こちら3位1走行につき100キロ超えの距離条件が厳しい、先ほどの定率割引の方ですね、こちらで100キロを超えるのが難しい場合だったらツーリングプラン、走るところエリアが決まってますのでね、そこら辺だったら割引がちゃんと効くツーリングプランの方に魅力を感じるということですね。そして2位定額で高速道路の乗り降りが自由なこと、1位高速料金がお得なこと。こちら二輪車定率割引と同じく、コース活用期間中ならどこで高速を降りても良いっていう2位のこの理由が大きいです。高速道路料金の割高感から割引を受けられることが魅力となっています。対してツーリングプランの不満点ですね、3位会員登録がめんどくさそうなこと、2位行きたいところに合うコースが少ない、1位事前の申し込みが面倒ということで、1位と3位に共通していて事前申し込みの煩雑さであって、利用拡大をね図るためには事前申し込みの要改善が浮き彫りとなっているということです。ではこちらですね、コースが20から22へ増えていますけども、おそらくやっぱりまだまだねユーザーさん希望しているようなコースっていうのはまだまだ足りてないじゃないかなとは思います。こちらツーリングプランの方からですね、首都圏から利用いただけるプランとか、中京圏とかですね、またはこちらのネクスコ東日本西日本で実施しているこういったプランの中から選ぶことができますので、まあ、こういった中からね、走るエリア決まってる方だったら割引も効くし、高速道路乗り降り何回しても自由という形になっていますので、短距離のねツーリングとかするユーザーさん多ければこちらの方を事前申し込みしておいて利用するのがいいのかなというような形になると思います。でそもそものアンケートですね、高速料金は高いそうでもないっていうような形ですけども、これはやっぱりね大きいですね、圧倒的に高いと思うという意見、こちら約7割近くまではいくのかな、 65.6% になっています。まあ、それでもね妥当だと思うという方も 28.6、 約3割近くの方がいたり、もう少ないですけども 2% の方は安いと思っているみたいですね。そしてどのぐらいが妥当な金額、普通自動車の 6、7 割程度が 17%、 普通自動車の半額程度が 34%、 普通自動車の半額以上ですね、3から4割程度が 48.2% ということで、まあ、ほぼほぼこちらの普通自動車の半額からもっと割引をしてほしいという方がね、もう 70-80% 近くくらいの数字になっています。まあ、こういったね点も含めて今データとか多分実績を取っていって、国民のねバイク乗りの方々の要望がこんだけ多ければ、いずれ大きな声として届いていって、もっともっと大きい割引率になっていってくれればいいんじゃないのかなっていうのが私も願うところでございますね。というわけで、新しく4月1日から始まっております二輪車限定の ETC の割引サービス、二輪車定率割引と、こちら周遊道路エリアですね、割引になっていく二輪車2024ツーリングプラン、こちらの2つのご紹介と、昨年までのデータですね、実際にじゃあどういうふうな利用が多かったかというのをニュースに取り上げさせてもらいました。まあ確かに事前登録をねしたり、実際に利用する日に申し込みをしたり、結構めんどくさいね手間のかかるのが多いこちら2つのサービスになりますけども、逆にもっと前の方とかではですね、こういったサービスもそもそもなかったということなので、まずはこちらのねサービス開始して割引が受けられる、これをねしっかりと利用して割引をお得にちゃんと受けて、そしてアンケートとかですね答えていって、それをデータ実績きちんと取ってもらって、これだけ割引とかその車と比べてバイクの高速道路料金安くしてほしいっていうのはね、声をもっともっとたくさん届ければ、きっとね利便性とか割引料金きっと反映していくと思いますので、ぜひねこちらの方、乗るねご本人様もどんどん利用してもらったり、知らない人がねいたらぜひどんどんこちらのサービス進めてあげて、利用登録をしてね、ぜひしっかりと積極的にご利用してください。今回のね動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。ロングツーリングとかこれからどんどんバイク乗る期間多くなると思いますので、ぜひ交通事故とかねトラブルとか気をつけてバイクの方を楽しんでください。また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあの